ジオゴがいて左その形容しながらカブレラが狙ってますからね、受けることをね、はい、さあ裏に走り出している小川、触れるか、さあスピードが来た、ドグラス折り、小川のシュート、ヴィッセル神戸アジアチャンピオンズリーグが歴史に名を刻みました。右サイドからもね、素敵ですよね小川ね、はい、その斜めに入ってくるんでね、はい、ジョホールマークしきれてないですもんね、まあ坂井監督のね、今イニエスタと抱き合いました。すぐに始めたジオゴ、ベルマーレの対応、ジオゴ後ろから上がってきますが、あっとこれはハンドを取りました、 PK です。ヴィッセルランのファガイがこのプレー、ベルマーレのハンドを取りました、押してましたけどね、まあ打ったからそうですね、はい、ここはフジゼロックススーパーカップに続いてゴールキーパー飯倉弘樹、セーブに期待しましょう。キッカーはサファビーラシドです。22歳決めました、サファビーラシド、ジョホールダルルタクジム同点に追いついています。マレーシア王者ジョホール、このアウェーでヴィッセル神戸に対低いボールできましたからね、はい、もうちょっと高さで予想したと思うんですけどね、はい、この攻守の切り替え、そこから早く縦へというボールからの PK でした。そうでしたね。さあこれは前に運んでいく、中を見たドグラス、古橋、古橋のシュート、古橋が決めました。切っていきましたよね、この判断ですよね、はい、西からのボールでしたけどね、西から古橋でした。まあそれで効いてるのがやっぱこの前線のプレスですよね、はいはい、取れました、全体をコンパクトにして、うん、まあ、だからこそこうやってドーグラスも前線から迷いなく行ってないと上げられないですからね、はい、今シーズン清水から加入しましたドーグラスです。さあこれはコービン4、小川がつきます、コービン4長身のサイドバックからなんか高いボールが滑らせますね。そうですね、はい、今日はキックオフの2時間前に屋根が閉じられました。うまい。さあそしてイエスタからスルーパスが出た、オフサイドのラック上がっていました、ウルハシ、完璧な形ですよね、ウルハシ、ここです、このアップですよね、一つプレーシャーと連続的ですよね、出てないじゃないですかね、出てないようにも見えますが、はい、オフサイドラック縦に出ていこうとしますが、ここもジョホールのファールです。酒井豪徳が倒されました、まあ、ウルハシがかなり強くいっています。あ、古橋にイエローカードが出ました。北澤さん、気をつけたいというお話がありましたが、このグループステージ優先警告2枚で次の出場停止、はい、6試合でね、2枚ですからね、はい、別にもらってきてしまうんですから気をつけたいでしょうね。ただこのヴィッセル神戸にとっての左サイド、かなりチャージ、さらには足の裏を見せてというようなプレーが続いていましたから、ちょっとマッチパンチみたいな、あ、そうですね、アディショナルタイムは1分です。あ、今のリプレイを見ても確かにかなり手が出ていたような、4番のマウリシオ上がってきました。さあ早いボール、マウリシオの前、酒井豪徳が足を出しました。今は30増えてきますからね、なるほど、これは出ていく、ドーグラス倒れる、これはファールを取りました、ドーグラスのところですね、ドーグラスが行ってゴールキーパーのマーリアスが出ましたが、ドーグラスは左足のあたりを押さえています。場面です、そう、キックしたアブは足上がってましたからね、はい、そうですね、まあ、そうですね、はい、まあ、この足を上げたプレーに対しておそらく取ったでしょう。中央、合計、さらには小川も入ってくる、古橋は少し後ろ、まあ、フェルマーレンとマウリシオはかなりこのポジション取り合っています。大崎も来る、狙うんじゃないですか、イニエスタ狙っているか、イニエスタ、イニエスタ直接狙った、シュートを打った、安井です。小川のゴールをアシストしたイニエスタです。まあ、前進、安井が裏を取る。小川からドーグラス。ワンタッチ、さあ小川抜け出した。小川、フリーになっている。シュート打てるか、打ち切れなかった。ちょっと後ろからいいディフェンス入っちゃったかな。最後は小川フィニッシュというシーンでしたが、シュート打ち切れませんでした。ドーグラス、3-1でしたね。さあ、これは右側。酒井豪徳が行く。中には入ってくる2人、そして後ろからも入ってきた、シュートを打つ、最後はフェルマーレン、イニエスタ合計ヒール、イニエスタ抜けるか、
坂井豪徳裏に行きがあっていた坂井豪徳かわして小川圭次郎小川2ゴール目ヴィッセル神戸アジアチャンピオンズリーグ初戦勝利に導くのはこの男か小川圭次郎この日2ゴール目を挙げました先発起用に応えます兵庫県出身小川圭次郎で育ちましたそしてサポーターの目の前でゴールをさすがですねベルギー代表そうですねそのまま行きますよさあ上がっていくぞベルマーレンさあ小川に出たハットトリックなるか小川行くベルマーレンも呼んでいる小川の選択はベルマーレンだあとオープラスでのボールあるいは当たりそうだったか行きましたけどそうですねまだありますからさあ中にあるベルマーレンさあニエサから出た古橋ニアに入ってくるのは小川ドーグラスはファーサイド古橋は狙っていった古橋のシュート右に外れました切れてるかニエサとのタイミングぴったりですからねまさかもう一回でしょうね、巻いていくようなボールですいやイメージは完璧でしたかついたドーグラスドーグラス追いかけるスピードはあるドーグラスさあ抜け出したドーグラス古橋上がってくるドーグラス自分でいったさあドーグラスこれで2試合連続ゴールヴィッセル神戸に加わった新たなピースこの男がアジア制覇へのラストピースかドーグラスが決めて4対1ヴィッセル神戸リードは3点に変わりましたマレーシア王者ジョホールに対してナチョインサイニエスタが拾う安井からイニエスタへのボールつながらない安井が追いかけるフェルマーレ2対2の状況西大工が戻ってくる3対2の状況を作ったさあこれはシュートを打ってくるゴールキーパーのイクラです安村さん、はい、ヴィッセル神戸は藤本が今よくの方々もあーここは後ろさあドーグラス抜け出した中には小川がいる理解しドーグラスはまたイニエスタへイニエスタ柔らかいボールボール今日も小川圭次郎の日アジアチャンピオンズリーグ初出場ヴィッセル神戸初戦でこの小川圭次郎が爆発ハットトリックを奪いましたヒール体を張ってファウルはないジオゴは大崎が見ている左から上がってくるナチョインサージオゴを使ったフェルマーレンフェルマーレン足を出した今はペナルティーエリア内見えてます前を見たイニエスタ動き出している藤本さあ藤本につながった藤本いや決めきれなかった1対1いやけど飛び出し完璧ですねうまい完璧な勝ちスタジアムから大きな拍手が起きていますねイニエスタに代わった拍手が入りますこの拍手をお聞きくださいスピードを上げる藤本のシュートー藤本狙っていきましたねマンツーしなかったですねはい、はい、今日は3バックではなく4バックでスタートしたヴィッセル神戸おっとこれは抜けてきた左サイド走ってくる28番のアフマドこれはかわしてシュートまで行くのか神戸が中を絞るナジョインさんこぼれでシュートを打ったコミンをイークラです抑えますここもイークラ守りました今日は PK でカップこそ3失点がありましたがその守備も改善して今試合終了の笛を聞きましたヴィッセル神戸新たな歴史を刻んだアジアチャンピオンズリーグ初戦初出場のアジアチャンピオンズリーグで小川圭次郎のハットトリックその活躍もありマレーシア王者ジョホール・ダルル・タクルムを勝利勝ち点3奪っていますジョホールを5対1で下しましたヴィッセル神戸です アジアへの航海勝利の船出となりましたヴィッセル神戸です北澤さん、はい、今日のヴィッセル神戸どのような感想をお持ちですかいやアジアに向けてね一歩進んだ感じがありますよねそうですあそして小川が呼ばれるようですね今日はこの小川
池次郎がハットトリックの活躍です。どうやら今日最も活躍した選手に贈られるプレイヤーオブザマッチは